あ、先輩あじゃなかった。<laughs> 姉さん、お疲れ様です。私のことを待っててくれたのって <laughs> はい、その通りです。でも、案外姉さんの部活って長いんですね。<laughs> ちょっと驚いちゃいました。 え待ってた間何してたのかって普通に外の部活眺めながら読書してましたよえ珍しい何がですかああ小説を読んでることですか。 と、姉さんは知らないだけで僕意外に小説読みますからね <laughs> まあ文学少年とまではいかないですがでも結構いろいろな文豪の作品知ってますからねもしよかったら先輩じゃない 姉さんにも何かおすすめしましょうかはい、もちろんです。ちゃんと読みやすい小説をお渡しするので。もしよかったら、家に帰った後、僕の部屋に来てくださいね。<laughs> さて、と。 よいしょ日も落ちてきましたしそろそろ帰りましょっかあそうだお母さんに帰り買い物してきてって頼まれてたんでしたっけフフフちゃちゃっと終わらせて帰りましょう <laughs> まあ僕 早く姉さんに小説をおすすめしたいっていうこともあるので。